はい、皆様こんばんは。ひでちゃん大先輩のご紹介ありがとうございます。二つぐらいしか違わへんのかなと思ってるんですけど違いましたか？はい、そうです。今日はあの、動画の中でちょうどこのお着物気づいた方いらっしゃいますか？今日なぜこの着物を着てきたかって言いますと、その時にこの動画で映ってた時にあのひでちゃんがたかちゃん今日の着物めっちゃええわって褒めてくださったんですね。で褒めるってことは多分あお好きなのかなと思って、でじゃあ今日の記念の日にはひでちゃんの好きなお着物を着ていこうと思って、優しさの押し売りでございます。でさっきあのビールをねあのウェルカムドリンクでいただいてちょっとこうすっごい熱くてすいません、多分真っ赤になってそうな気がして恥ずかしいんですけど、改めましてあの花グループ代表の木村貴子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず最初に、ひでちゃん、50回7周年、はい、誠におめでとうございます。そしていつも側面下から上から、あ違う上から横から支えてらっしゃるあやちゃんおめでとうございます。異業種交流会ね、あの本当世間ではいろんな形のいろんな目的の違うそれぞれの目的を持った交流会いっぱいあるわけなんですけれども、ひでちゃんの会は本当に何て言うんでしょうかしらね、あの自由な、ね、ひでちゃんそのものが無邪気じゃないですか、ね、あの年齢関係なく無邪気なので、すごく自由奔放なみんながこう上下関係なくお互いつながって何かいいものが生まれたらいいなというようなそんな思い持ってる会じゃないかなと思ってます。で私もいろいろな会を経験してますけれども、この会でこの会でしか出会わない人素敵な方本当に名前挙げたいんですけれども、たくさんありすぎてたくさんの出会いをいただきました。本当にありがとうございます。で今日もあの講話っていうことだったんですけれども、最初はあのなんか祝辞のちょっと姉さんかなと思ってて、で「ああのタカちゃん頼むね」って「OK」みたいな感じであの私の師匠から「頼まれ事は試され事なので何でもね受けなさいね」ってこうそうやって生きてきてますもんですから「OK」って気軽に言いましたところ、30分ぐらい時間取ったっていうから「みたいな、まあ、あのいずれにしてもぶっつけ本番になるんですけれど。今私はあの花グループと今グループって言いますかしら、花酒という、お酒を飲むお店ですね。あの、そこでは癒しを提供したり人と人をこうつなぎをさせてもらったりするちっちゃなちっちゃなお店の花酒を経営しております。そして、花美少という、まあ、着物着付教室なんですけれども、そこではカラーコーディネートの講師もやっておりまして、パーソナルカラーもやっておりまして、着物着た時の仕草美人というのもやっておりまして、まあ、そういう中で紀州小町の会という、和歌山のこの 徳川御三家の紀州にあの着物文化を廃れさせるのはあまりにももったいないなと思いまして、そこで着物の文化のそうですね、あの信仰継承信仰普及という活動をね、まあ、いろんな形でさせてもらっております。そして花グループのもう一つにはあの、アートフィシャルフラワーを使った、花花という部門があったりとか、花丸という、お好み焼き鉄板焼きのお店を娘夫婦が頑張ってやっております。で今は私はあの皆さんの呼び名はそれぞれなんですけれども、タカ子ママって呼ばれるのが多分一番多いんじゃないかなと思っております。でその少し前は、そうですね、あの下着メーカーの代理店をやっておりまして、100人ぐらいの特約店を育成させてもらいまして、で組織としてはもう何千人ですね。
6000人7000人の組織の代理店をやっておりました。その時は木村代理店、どこ行っても木村代理店って呼ばれておりました。でその前は主人が経営しておりましたガソリンスタンドとか不動産業とか、そうですね、アパレルとかレストランとか飲食店、そういう会社の、まあ、専務ですね、そういう立場でやっておりました。で何を言いたいかなんですけれども、職業遍歴を語るわけではないんですけれども、それぞれに人生ってすごくドラマってあるんじゃないかなって思うんですね。で私も今は高子ママと言われるゆえんは、花咲を17年前にオープンしたところから高子ママという名前が出るわけなんですけれども、この花咲をオープンするに至ってのその経緯っていうんですかしら、それももう語ったらもう本当に長くなるので全て割愛しますけれども、どなたの方の人生にもドラマって あると思うんですね。で私もその専務って呼ばれてた頃にはそれなりにその立場で、まだ若いですけど、若いなりにも一生懸命やってきたなって、まあ、今から思えばあるわけなんですけれども、でその私が、今月の5日でめでたく63歳を迎えます。で63年生きてきた中で一番私の人格を変えたっていう人生のドラマがやっぱりあるんですね。でその中で私が3つのことを心に持って生きてきた結果、今こうして元気にこの場所でお話をさせてもらえてるんじゃないかなと思いますので、その3つをお話ししたいと思います。人生は上り坂下り坂、本当に勢いがあるとこ、繁栄してる時とね、で繁栄の後には衰退はつきものですよね。でそういうことを多分この中 の、どなたかもこう経験されてるかと思うんですけれども、でそんな中にはよく言われるまさかの坂っていうね、坂も経験されてると思います。突然病気に襲われたりとか、突然頼りにしてた友人が家族が亡くなったりとか、まさかっていう坂は多分いい坂ではないと思うんですね。人生の中ではちょっとこうややこしくなる坂だと思うんですけれども、で私の場合はそういう会社経営していた時にそういうまさかの坂を本当に経験しました。でまだ本当に若い30前半だったんですけれども、そんな中で、バブルがちょうどね崩壊を迎えようかなっていう、そういう時代だったんですけれども、会社が3億の負債を持ちまして、全て畳んであるもの全て売り払って、それでも5、6000万残ってたと思うんですけれども、長屋暮らしを体験していきます。で、まあ、そこで得たことが自分の人生の中で一番身についた生き方として、そういう体験をしてきました。私がここで喋るよりね、本当にもう大先輩がね、黒瀬さんのような、黒瀬さんから見たらね60代なんかね鼻当たり小僧ですもんね。すごく恐れ多いんですけれども、いろんな企業の方もおられますし、もっといろんな方の話を、海鮮者の話もね、ぜひ皆さん聞きたいと思うんですけども、そんな中でこう語らせてもらえて本当に恐縮でございます。で私はそうですね、そのまさかの坂を思い出していくとやっぱりこう涙が出るんですけれども、今日は元気の出る会のすごく素敵なパーティーなので、涙は省いていきたいかなと思うんですけど、一番そういう中で苦しい時ですね、その住むところも、そうですね、もう長屋暮らしの本当に何て言うんでしょうかね、今までからの生活とはもうどんでん返しの、生活環境の中で生きていくっていうのは、プライドじゃなく見栄ですね、見栄を捨てた時に初めて平気になっていくんですけどね、その
プライドっていうのは人に見せるものでも何でもないし、自分の中で凛とした一本の柱を持っておくのがプライドなので、まあ、そういう見栄をなくした時はもう楽になりましたけれども、そんな中ですごく大切なことは3つのうちの1つなんですけれども、出会いですね。出会い、悩み事って人生にはつきものです。病気の悩み、経済的な悩み、親の悩み、子どもの悩み、いろんな悩み、嫁しゅうとめもありますね、悩みの中ではね。どれか必ずって言っていいほど誰か誰もが経験してると思うんですけども、そんな辛いことが起きた時にね、誰と出会うかということで人生って変わると思うんですね。で、マイナス思考に陥ってる時というのはプラス発想できる人って鬱陶しいもんなんですよ、すごくね。だけどマイナスになった時にマイナスの人といるとなんか落ち着くっていうのが人間だと思うんですけれども、これはでもね、その時はそれで多分いいんだと思うんですね、無理しなくてもね。だけどそれはいつまでもそこにいない、もう負の連鎖を呼ばないためにもやっぱりプラス思考の方と落ち込んだ時はぜひ出会ってください。で、その出会う相手もですね、お商売の利害関係、そんなんじゃないんですね。損得感情、そんなんでもないんです。本当に自分のことを理解してくれていて自分のことを思ってくれる人、そんな人と出会うっていうことは人生の中でものすごく大切なことだと思うんです。で、ここにおられる皆さんもきっと素敵なお仲間とかね、お友達、親戚関係、ご家族たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そんな中でも自分のことを本気でですよ、本気で叱ってくれて本気で励ましてくれる、そんな人必ずいると思うんです。思い浮かべてみてくださいね。で、そういう方と出会ったら絶対に離れないでください。離れない。人っていうのは感情の動物なんで、その時その時喧嘩もねしたくなる時もあるかもしれませんけど、一旦離れても自分にとって本気で自分のことを思ってくれる人と出会った時は絶対手放してはいけません。そしてプラス思考の方もそうなんです。マイナス発想で生きてるとプラス思考の方と出会った時、そして一緒にいると必ずプラスにこう影響されてきますけど、離れるとただの人になっていきます、マイナスになっていきますから、そういうプラス思考の方とも出会ったら離れないでください。やっぱし人の出会いでね、人生ってね変わりますよ。人の出会いで素敵な人と出会うと素敵な人生の方向行きます。で、私もそういう本当に死ぬか生きるかっていうそういう体験の時、もう超超プラス思考の女性と出会いました。で、その方にその時は経済的に今もね裕福では決してございませんけど、もう本当に大変な時代の時にはそのプラス思考の女性に会いましてね。で、その女性が、たかちゃん、人が寝てる時に寝ててどうするの？同じことしててどうするの？そんなことで成功しないでしょ？頑張るしかないじゃないの？ってこう簡単に言われながら、そっか、3時間でいいわよ、睡眠なんてって言われながら。で、結構素直も大事ですよ。この人と思った人に対しては素直でいてください。で、あ、そうか、3時間で大丈夫なのかって、じゃあもう3時間でいいわと思って、本当に今3時間ぐらいの生活したいに思います。そして成功したければ簡単でしょ、成功したければ成功するまで頑張ればいいじゃない、それだけよとおっしゃいます、その方はね。で、その方は確かに全国1位になってる方なので成功されてます。で、そういうことを私も心にしながら、私のこと本当に心から思ってくれてる女性だったので信じて
行きました。そしてそんな中で例えばですね、私離婚を経験してるんですね。この中で離婚されてる方っておられます？おられます？あ、ないです。あ、すごい一人いてたおー、素晴らしいです。さすがですね。ね、温かい人たちばかしなので素敵です。もう心から尊敬します。で、例えば、まあ、ちょっと今例として離婚って言ったんですけど、離婚を決めた時も相手が悪いと思って離婚をするっていうパターン結構多いんですけどね。でも相手に責任転換をしている間は自分の成長って絶対ないんですね。で、それは離婚だけじゃないですね。職場を辞めることもですね。職場を辞めるとき、何々を辞めるとき、何々を決めるとき、家族が、親がこうやから自分はこんな進路行くんやとか、すべてですね、何かを決めるときはいつも誰かのせいでこうなったっていう考え方を持ってるとずっと苦しいままなんですね。で、そうじゃなくて、環境はそうであっただろうけれども、最後に右行くか左行くかって決めたのは自分だという、責任は自分だという、そういう覚悟を決めたとき、人間覚悟を決めたら生き方、考え方が変わります。必ず変わります。だから、人の責任にせずに、いろんな物事出来事がいっぱい生きてる中では体験していくわけなのでね、そんな時に誰かのせいっていうものの考え方はやめて、でもこうなったのはひょっとしてひょっとしてひょっとしたら自分のこの言葉から出たのかなとか、あ、ひょっとしてひょっとしてひょっとして、あ、これ自分だったのかなっていうふうに自分を責めるんではないんですね。あ、自分のこういうところからそういう物事が起こったのかっていう、そういうちょっとこう変えるんですね、チャンネルね、考え方。そしたらね、そっか、じゃあ結局決めたのは自分かって、じゃあどんなに辛くても苦しくてもやるしかないじゃないというようなね、プラス発想にね、持っていきやすいんですね。だからこういう人に対して責任転嫁をしないというものの考え方を持ったら人間すごく強くなります。そして、最後に、感謝という言葉なんですけど、そういう辛いドラマの人生の時に、例えばお風呂は1畳ぐらいのシャワーもないお風呂場、湯沸かし器もない台所って、そういうことを体験してるんですけれども、そうですね、私が感謝を持たないとやっていけないなと思ったことがありまして、よし、じゃあ私がちっちゃな幸せを見つけることを一回やってみたらどうなるんだろうと思ったんですね。で、その日に、お心ノートっていうのを作りまして、嬉しかったことを3つ書いていったんですね。3つ書いていって、例えばお隣の奥さんに大根いただいたこと、よかった、美味しかったでもいいんですよ。青空が綺麗かった、すがすがしかったとか、今日どこそこに行ってご紹介いただいて売り上げも目標達成したとか、もういろんな、どんなことでもいいので、とにかく嬉しかったと思えたことを3つ書いていきました。そしたら鶏が先なのか卵が先なのかの話になるんですけど、感謝っていう心を持ったら、今ここにこうしているのは、あ、でも、あ、そうやね、子供が朝お母さん頑張って行ってきてねって言ってもらった声で頑張れたんだなとかね、すごくね、感謝を持つことで心がものすごく温かくなるんですね。多分ね、体験してますよね、感謝すると
人に対して感謝する、物に対して感謝する、ことに、事柄に対して感謝する、感謝っていう心を自分の中に、持てることができたらね、もう本当にね、そうですね、温かい美味しい、お茶をいただいた時、お酒が好きな方ならばちょっとお湯割り の, お酒を飲んだ時みたいに、もうすっごい心がこう温かくなるんですね。でこれは感謝をするから温かくなるのか、そして温かくなったら幸せっていうのが出てくるんですよ。ああって、もうすっごいありがたいなって思った時に、ああ幸せやなって、温かいお風呂に入って、ああもうお風呂に入れて感謝感謝って思ったら、よくね、極楽極楽とかね、年配の方言いますけど、それがああ幸せって思えるので、幸せと思えることが先なのか感謝することが先なのか、ちょっと私には分からないんですけれども、でもこれは連鎖しているなと思います。で、全てにおいて感謝の心を持った時、自分自身の心もこう大きくなれるっていうのも感じられますし、自分なりにですよ、それぞれのね、器なりなんですけども、大きくなれるし、というので、今日も私はそうですね、さっきひでちゃんのね動画の中で、ちょっと言葉がありましたけど、子どもの笑顔があるから頑張れたっていうようなね、そんながありましたよね。だからそういう子どもの笑顔を見ることがやっぱり幸せだし、で幸せやなって思えた時には、ああ何も怪我もなく、まあ勉強なかなかできへんけど、まあ元気でおってくれて、ああもうありがたいなって思えるっていうような、いろんなことは感謝と幸せがつながってるんじゃないかなって、そういうことを私は感じてこの年まで生きてきました。でやっぱり苦労をねずっとかけてきて見せてきた母に、今は本当に時間を作ってね、どこかに連れて行ってあげたいなっていうのが本音なんですけど、まあ、勇気を持ってね、そういう時間も作らんとあかんのですけども、ちょっとこの間お仕事少しだけこう頑張らせてもらったご褒美に、母に24時間風呂をプレゼントすることができたんですよ。でもこの感謝はたまには形に表そうと思いまして、で温泉風呂なんで、統合ウール石が入った温泉なので、24時間私がいなくては母はお風呂入ることできないので、段取りできないので、で私がバタバタ人間なので、いつもこう気になりながら、もう入りたがってるだろうなと思いながらも帰れない状態もたくさんあるので、そういう、親孝行、感謝の形を親孝行にしてみました。でそれがまあできたことにまた感謝なんですけど、そんな人生、どなたも素敵なドラマをお持ちの人生だと思いますので、そんな中によかったら、感謝することはもちろんですけれども、いろんな人と出会っていく中で、素敵な自分のことを本当に思ってもらえる人との出会い、そして人の責任にせずして、自分が自分の責任のもとでしっかりと生きていく、そしていろんなことに感謝する心、そんな心ぜひ持っていただけたらと思います。拙い話でございました。ありがとうございます。ありがとう。もう全くそう考えてなくて、適当にすいません。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとう。ありがとう、あやちゃん、おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。